小学生の集団が横断歩道を渡っている。通勤や通学する人々、サラリーマンが携帯を片手にキョロキョロとしている。怪げんそうな運転手。ガイドってあるだけでありがたいって思っちゃうから。夕日の向こう、いないはずの時計を見つけたかのように目を凝らす。あれ好きはっきり言って、今のままなら邪魔なだけです。そんな言い方しなくてもいいんじゃない。まあでもほら、中森さん他の皆さんと違ってね、ちょっとこう見えるっていう部分もあるわけです。ここ向いて、二人いる？結構知られた写真家だったのよ。どうも。何してんだ？別に。部屋全体に虹色のプリズム、その上に手をかざす美佐子。綺麗だ。尾崎さんの心がきしもうと。一番大切なものを捨てなきゃいけないなんて辛すぎる。